皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回はプロテインとニキビの関係についてお話をさせていただきたいなと思います。プロテインを飲むようになってニキビができやすくなったっていう風に感じる方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。インターネットとかね、そういう意見をちょっと目にしたこともあるので、今回はそのプロテインを飲んだらこうニキビができやすくなるのかどうなのかっていうところとか、ニキビを増やさないためにどういうことをやったらいいのかっていうことについてちょっとお話をさせていただきたいなと思います。でまず結論から言うと、プロテインを飲んだだけでニキビが増える、できるっていう確かな証拠はありません。そもそもニキビがなぜできるのかというと、体から出る皮脂、油ですねが増えることで、その皮脂の中でアクネ菌という菌が増殖して皮膚が炎症を起こしてしまうからニキビになるわけなんですね。なので直接の原因は肌に出てくる皮脂と菌になるわけなんですね。なのでプロテインを飲んだだけでニキビがどんどん増えていくとか、ニキビができやすくなるっていうことではないんだっていうことだけは覚えておいてください。むしろタンパク質っていうのは髪とか肌とか爪の原料になるものなので、肌の健康を保つためにもプロテインを飲むっていうのは非常にいいことなんですね。プロテインを飲んでタンパク質をしっかり補給してあげると、肌のコンディションも良くなりやすくなるというところがありますので、プロテインを飲んだらニキビができるんじゃないかっていう心配は、あまりしすぎない方がいいんじゃないかなと思います。ニキビを増やす原因っていうのはどんなものがあるのかと言いますと、ストレスとかですね、乱れた食習慣、ホルモンバランス、これらが大きく考えられます。ストレスが溜まってちょっと自律神経のバランスが崩れてきたりすると皮脂の分泌量が増えやすくなるので、それによってニキビができやすくなるとかですね、ホルモンバランスが崩れたりするとまたそれも皮脂を増やす原因となります。思春期ニキビとか言ったりしますよね。ホルモンバランスがちょっと崩れがちな思春期にニキビができやすくなるのと、同じ原理です。このホルモンバランスの乱れっていうのも、周期的なものもあったりとか、これもストレスが原因でホルモンバランスが乱れることもあったりするので、ストレスとつながっているところでもあるんですけども、ホルモンバランスの乱れっていうのも原因の一つとして考えられます。そして食生活の乱れ、これがね一番大きいんじゃないかなと思うんですけども、ジャンクフードとか洋菓子とか、揚げ物とかですね、脂質の多いものを食べたりするとやっぱり皮脂も出やすくなってきます。当然ですね、脂質というのは三大栄養素のうち一つを占める大事な栄養素ですので、摂る必要は絶対にあります。ゼロにしたら絶対に体に悪いので、必要な量は必ず摂らないといけないんですけども、現代の食生活で摂らなすぎを気にしなければいけないような方ってほとんどいらっしゃらないです。普通の食事をとっていれば、必要な量は取れてしまうんで、むしろ取りすぎに気をつけなければいけない方の方が圧倒的に多いわけなんですね。なのでそんな中でジャンクフードをたくさん食べたりとか、チョコレートですね、勉強しながら仕事をしながらちょっとつまんでしまったりとかすると、皮脂が増えてニキビができやすくなるっていうようなことがあります。強いて言うなら、プロテインをものすごい大量に飲みすぎて食生活が乱れると、それによって皮脂が出やすくなるっていう可能性はあるかもしれないんですけども、常識的な量であればそのプロテインを飲んだだけで皮脂が増えてニキビが増えるっていうことは考えにくいですね。そのプロテインよりもその他に食べるものに原因があるっていうケースの方が圧倒的に多いので、プロテイン以外の食生活っていうのをニキビがねちょっと増えてきたなと感じた時には見直してみるといいかもしれません。でそのプロテインに関連する質問でよくあるのが、人工甘味料のせいでニキビができたり肌荒れしたりするんじゃないですかっていうようなご心配をされる方が実は結構いらっしゃいます。弊社の方にお問い合わせをいただいたケースも実はありました。これも結論から言ってしまえば、プロテインに含まれている人工甘味料というのはごくごく少量です。常識的な量でそういった体調不良っていうのが出るとは考えにくいので、それほど気にしなくてもいいです。それこそその他の食生活、ジャンクフード食べてないかなとか、お菓子食べてないかなとか、カロリー取りすぎになってないかなとか、そういうところに目を向けていただいた方が改善する可能性は高くなるんじゃないかなと思います。美味しい味がついてたりとかね、甘い味がついてたりするとかなり人工甘味料をたくさん入れてるんじゃないか
って思うかもしれないんですけども、当然ですね、人工甘味料のような食品添加物には国が定めた摂取基準というのがあります。 B レジェンドも当然基準値よりもかなり少なめの量で配合してますので、人工甘味料で体調悪くなるんじゃないかっていうふうに心配されている方はご安心いただければなと思います。ではですね、このニキビを増やさないために、予防するためにどういう対策を取っていけばいいのかということについて、対策3つあります。1つ目が睡眠時間を長くとるということですね。ホルモンバランスを整えるとか、ストレスを和らげるというところに、一番貢献してくれるのが何といっても睡眠ですね。体を回復させる一番の手段というのが睡眠なので、しっかり睡眠時間を長くとってあげて、体を正常な状態に戻してあげることでニキビっていうのもできにくくなっていきます。なるべく睡眠時間は長くとるようにしていただければなと思います。そして2つ目が健康的な食生活を送るということですね。なかなか難しい部分もありますけど、なるべくジャンクフードは食べないようにするとか、揚げ物はなるべく食べる頻度を少なくするとかですね、カロリーを取りすぎないようにちょっと気をつけるとかですね、健康的な食生活を送っていただいて、カロリーの取りすぎ、脂質の取りすぎっていうのを避けていただけると、それだけでですね、皮脂の分泌量っていうのは減ってきますので、ニキビの予防につながってきます。食生活を整えていく、良い食生活にしていくっていう点においても、プロテインっていうのはかなり役に立ちます。甘いものが欲しくなった時にお菓子を食べると、プロテインの甘いプロテインを飲むのでは、プロテインの方が圧倒的にですね、摂取カロリーも低くなりますし、体に必要なタンパク質も取れるということで、ダイエット中だけではなくてですね、普段の食生活をいいものにしていく補助としてもですね、プロテインは活用できますので、むしろプロテインをうまく使うことでニキビの予防になるかもしれません。そして3つ目なんですけども、寝具、枕とベッドのシーツなんかですね、を定期的に洗濯する、洗ってあげるということですね。人間は寝てる間にかなり汗をかくと言われています。当然パジャマはね、毎朝着替えて洗濯に出していくと思うんですけども、枕カバーとかですね、シーツなんかは、私もね、面倒くさくてなかなか洗濯しなかったりする時もあったりするんですけども、なるべく頻度高くですね、洗濯をして取り替えてあげるようにすると、これだけでですね、かなりニキビを減らすことができます。私はこれかなりですね、効果を感じてまして、私そんなにこうニキビができやすい体質でもないんですけども、やっぱりこうポツポツとニキビができることもあったりしたんですよね。特に冬なんかはもう寒くて洗濯物乾きが遅いですし、外で干すのも寒くて嫌なんで、あんまりこう寝具の洗濯ってしないんですけども、そういう時よりも真夏のですね、洗濯物すぐ乾くから結構高頻度で寝具を洗濯できる時の方がニキビができにくかったりとかですね、夏の方が汗かくんで、その分皮脂も出てニキビができやすい状態ではあるんですけど、もう夏の方はあれ、ニキビできにくいなって感じる時もあったりしますし、寝具だけじゃなくて定期的にシャワーを浴びて皮脂を洗い流すっていうのも効果的だと思います。衛生状態に気を使っていただくっていうのもかなりですね、ニキビを防ぐのに効果的ですので、意識をしてみてください。今回はですね、プロテインとニキビについてお話をさせていただきました。プロテインが直接的なね、ニキビの原因となることは考えにくいので、安心していただいて、むしろ食生活を整えたりとかですね、皮膚の原料となるタンパク質を補給するというところで、ひょっとしたらニキビの予防に効果的かもしれないですよというお話をさせていただきました。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。